絵に対してこう音がバンバンってはまってった時に、まあ、普通にはまって、まあ、素晴らしい状態でも構わないんですけど、その時にこうグッとくるかどうか。日本語で言うとグッとくるって言うんですけど、英語だとなんて言うんだろうな、わからないけど、心が揺れるというか震えるというか、なんかそういったものが自分の中にあるかどうかで最終的にこうアウトプットの判断してます。ファイナルファンタジー14で、サウンド全般を、制作してます、ソケンと申します。担当してる場所は、まあ、最近の拡張版だと、まあ、音楽、まあ、ミュージックが一番多いんですけど、まあ、サウンドのシステムだったり、それから PV の制作とか、それから、まあ、最近だとコンサートとか結構多いので、まあ、その辺まとめたりしてますかね。あとサウンドトラックの制作とかもしてます。ファイナルファンタジー14でサウンドデザイナーをしております、キヌヤと申します。効果音の制作を主に、追加のサウンドの再生の仕様の設計やサウンドの進捗の管理であったりデバッグなどを行っています。漆黒の光の表現に関しては、光にこう侵食されつつある世界ということなので、その光っていうものに対してのイメージをこうなんか膨張する、不安定な、こう不安にさせるといった、そういう要素をサウンド面でも盛り込む必要があるなと考えて、例えば環境音においてはただキラキラしているだけではなくて、その圧迫感だったり、こう不安な感じをプレイヤーに印象させるように、こう低域をあえて強めにこう押し出すことによって、こう圧迫感のある息の詰まるような環境の音みたいなものをこうデザインするような形で、これまでとは違った形で光のサウンドをデザインしています。楽曲に関して光と闇がどう対比して表現してるかっていうと、結構そのメインどころの歌い手さんを男女で分けたということがちょっと一個あるかなっていう感じですかね、あえて言うなら。それからあと曲調に関してもそうなんですけど、シャドーブリンガーズはずっとマイナーが基調で、一番最後だけメジャーになるんですね。それはちょっとまあ詩を見ていただければ、どうして最後だけメジャーコードになるのかってちょっと分かる方がいらっしゃるかもしれないですけど、基本的な流れとしては、そのシャドーブリンガーズはマイナーで、トゥモロー&トゥモローはメジャーっていう、でもそこも明暗分けてる感じで、コントラストをくっきりつけています。でどっちの曲も、イントロが共通なんですけど、これも始まりは一緒であったっていう、そのまあなんつうんですかね、共通理念というか、まあ別にどっちも戦おうと思って始まって生まれてきたわけじゃない人たちに対して、まあ、その始まりというところは共通だったんだよっていうのを、まあ楽曲でも今回表現してみたっていう流れがあります。罪悔の表現に関して言うと、一番初めにそのプランニングされたその罪悔の登場シーンの肝となるのは、やっぱりそのショッキングな表現をしたいっていう、まあ、プランナーからの意向があったので、まあ、SE 側も結構気持ち悪く、それから曲も結構おどろおどろしくしていくっていう、まあ、一緒で作ってた感じですかね。やっぱそこもなんかおどろおどろしいんだけど、なんか悲壮感があるというか、その積み込みになってしまうその背景というか、結構悲しいお話が流れているので、そこもちょっとこう悲しい歌を紡ぐ女性の声を入れてみたりとか、なんかその辺の工夫はしましたかね。テスリーンの
積み食い化するカットシーンですけれども、発注のテキストには手すりがこう刺されて出す部分について、まあ、綺麗なゲロの音をこう作ってくれというようなオーダーがあって、それ担当していた子はこれどう、綺麗なゲロって何ですかねみたいな風に、すごい困惑していた記憶があります。まあ、そういったオーダーに合わせてもちろんこう最善のサウンドを作れたと思うんですけれども、あの部分に関してはいろいろ難しい中で作っていた記憶があります。あそこはまあいろいろ音が飽和してる、まあ、ある程度その最後のダンジョンですし、曲も盛り上げなきゃいけないですし、の割にはその背景で動く物体、まあ、オブジェクトがたくさんあるので、それの飛来音とか爆発音とか結構常に鳴ってると。でさらにその、まあ、町の人たちがね割と逃げ惑ってるんで、その音もいるし、その中で必ずそのナレーションとなっているその、まあ、声が聞こえなきゃいけない、結構そので、まあ、あとバトル PC キャラが普通にモンスターと戦えば、まあ、それらの音が今まで通りしなきゃいけない、結構その飽和状態というか、動きがあるというのがもうやっぱりその星が落ちてくるような勢い、こうすごく大きな魔獣がフィールドを飛んでいるだったり、建物が突然崩れてこうなくなるとか、隕石がこう落ちてくるみたいな形で、その動きも小さいものじゃなくて非常に大きいものなんですね。なのでそれにこう合わせたボリュームでこう実直に音をつけていくと、本当にどこに行ってもうるさいみたいな、可能な限りそれを汲み取って、この場所にいる時はこの音が大きく聞こえる、この場所に行った時はこっちの音がフォーカスされるといったような形で、こう 3D 的に音がですね、こうどう減衰するかであったり、どこからどの範囲でこう大きく聞こえるかみたいな形の部分を長い時間かけて調整したところです。基本的にこうジョブが追加される時の制作については、各ジョブでこうコンセプトというか特徴を持ったこう音を持ちたいというのがあるので、今回もそのジョブ、この音を聞いたらこのジョブだっていうようなこう分かるような特徴を持たせたいというのは一番最初にあって、それをこうチームの中で共有しながら作っていったような流れになります。で踊り子に関して言うと、まあ、やっぱり華やかでこうきらびやかなエフェクトであったりこう動きっていうのが最初に上がってきて、それに対してこう音をつけることになったんですけど、やっぱりこうジョブのコンセプトのアートっていうんですかね、赤い服を着てこうチャクラも持ってこう舞っている姿っていうのを見ながらこう音を作るにあたって、すごい楽器的な要素というか、今回はそれに合わせてこう曲をその流すみたいな風には、すごくジョブのアクションって短い時間で再生何度もされるものなのでいかないんですけれども、そこにこう少し楽器的な要素を入れようということで、その音の中にさまざまなこう主に打楽器なんですけれどもの音をこう編集して入れて、でそれをステップごとに少し変えてみたり、技ごとに変えてみたりといった形で、ガンペーカーについて特に制作に制約みたいなものはなかったですね。やっぱりハードで開発のハードの違いなどもあって、昔の音をそのまま持ってきてうまく機能するかといったらそんなことはないので、ファイナルファンタジー14の世界に合ったガンブレーカーの音を作る必要がありました。ガンブレーカーというのはタンク色においては、4つ目のタンクになるんですかね。でそれぞれのやっぱり音の特徴っていうのが、それまで登場した戦士、ナイト、
暗黒騎士というのが持っていたので、そことやはり重複しない被らないこう音のデザインにしたいなというのは当初からありまして、その中でやっぱり例えば戦士だったら重さにこう重心が置かれていて、で暗黒騎士だったらちょっと怪しい感じような、こう特徴のあるサウンドデザインがされているので、ガンブレーカーについてはその中でもこう細身の剣を扱っている、細身といったらちょっと語弊があるかもなんですけど、メカニカルでちょっと小ぶりな剣を使っているというのも加味して、スピード感のある、軽快な感じの音を、その上でこうやはり銃っていう機構が仕込まれた武器なので、爆発音のこう迫力であったりとかもそれに合わせる必要があったということで、その、斬撃のこう速さ鋭さとこう爆発の重さっていうのをこう重視して制作に当たりました。ムービーの効果音を担当している、効果音スタッフが、いるんですけど、そうですね、実はオープニングムービー14のオープニングムービーの効果音はもう実は 1.0、 もう一番最初の14ですねの頃から、ハリウッドにあるとあるポストプロダクションのに頼んでるんですね。でそこの人がずっともう 5.0、 今回シャドウブリンガーズもやってくれてるんですけど、一応彼らにグレムリーなんとなく音つけてよっつって今日発注したんですけど、でもわかんねえよと、これはちょっとどうしていいか分かんねえなって、後輩が困っちゃいましてどうしようと、で一応その相談しに来たんですね。ボイスなんとか世界共通言語じゃないですけど、で収録、要はボイスオーバーでボイス収録した方がいいんじゃないかっていうふうに相談してきたんですけど、だからなんとかできないかなつってこう後輩に頼んだところ、彼もかなり悩んだようで、いろんなことをやったみたいなんですけど、うまくはまらない。で最終的に、何がグレムリンのオッケーテイクになったかというと、彼が、ホリデーにね、土日にちょっとこう押し入れでハンディレコーダー片手にグレムリンの、俺だったらこういう声だと思うなっていう声を押し入れで家の人に聞こえないようにこっそり撮ってきたみたいですね。でそれが思いのほか結構よくできてたので、加工はしてますけど、もちろんすごくエディットはしてますけど、基本的に僕の、後輩の生声を加工したものですねになりますね。でも結構そういう効果音ってこの14の中にはたくさん実は入ってたりするんで、皆さんもし時間あったら探してみてください。オーソワミナーノアイエオ、いろんなところでフォーリーは取って実装してるんですけど、漆黒において言えばそうですね、古代人の声ですかね。その古代人がゲームの中ではこう人間よりこうはるかに大きく描かれていて、そこにいるようでいない、なんかこう大きくてこう少し不気味で怖い感じはするんだけれど威圧的ではないというか、すごく優しく描かれている、そういったこう特徴、そういった設定をこう音に反映させるために僕のチームの後輩が作ってくれたものなんですけれども、自分で撮った声にこういろんなエフェクトをかけてピッチも上げたり下げたり、いろんなこうアプローチを試して、それで実装苦労の末に完成して実装されたのが古代人の声で、そのプロセスをずっと見ていたので、漆黒の制作の中では特に思い出に残っている録音というか収録したボイスを加工した例だなと思ってます。そろそろまたパッチが来る頃でしょうから、この3ヶ月に1回のこのパッチも皆さんぜひ楽しんでいただいて、どんなコンテンツがやってくるか
どんな新しい音がやってくるのか、ぜひご期待ください。今日いろいろこうお話しさせてもらったんですけど、一番は常にあのゲーム体験をこう重視したものを作ってきたし、これからもそれを続けていきたいなと思ってます。拡張の話こうメインでしたけど、今もあの次のパッチに向けて頑張って制作続けてるところなので、あの楽しみにしていてください。